村和義さん、宮崎彩さんの結婚式、ごめんなさい、中原失礼しました、中原和義さん、宮崎彩さんの結婚式を始めさせていただきます。お二人の希望により人前式のスタイルで行います。こちらにいらっしゃる皆様全員が結婚の証人となります。どうぞ皆様お二人の結婚の誓いを見届けてくださいますようお願いいたします。それでは新郎新婦から高らかに結婚宣言をいたします。では新郎新婦ご準備よろしいでしょうか。では皆様の方へ向きを変えていただきまして、ではお二人から皆さんに向けて結婚宣言をしていただきます。お願いします。本日、私たちは皆様の前で結婚の誓いをいたします。今日という日を迎えられたのも、私たち二人を支えてくださった皆様のおかげです。これからは二人で力を合わせて苦難を乗り越え、喜びを分かち合い、笑顔あふれる家庭を築いていくことを誓います。未熟な二人ではございますが、今後とも末永く見守っていただければ幸いです。令和元年6月15日、新郎中原和義、新婦宮崎彩。指輪の交換にあたり、立会人代表の小泉正夫様からお祝いのお言葉をいただきたいと思います。小泉様は有限会社小泉アトリエの主催として、この象の花パークの設計をされた方で、新郎新婦が日頃からお世話になっている方でもあります。では小泉様よろしくお願いいたします。やろうと思ったんですけど、ちょっと左がなくなっちゃいましたね。ちょっとどうしようか。柔らかくしましょうか。ぜひお願いします。ちょっと皆さん、よ。始まりの場所であります。そして、この場所にはいろんな歴史が積み重なっています、この場所で結婚式を挙げるということですから、ぜひですね、2人で新たな歴史を築き、そして、新たな、始まりの時を迎えていただければというふうに思っております。ここは港ですから、まさに船出の場所です。新たな船出、2人の船出を、お祝いしたいというふうに思います。では、この場にお立ち会いいただいた皆様方におかれましては、この2人の後悔を末永く、そして温かく見守っていただくようにお願い申し上げます。本日はおめでとうございました。皆様、楽しいスピーチと温かいお言葉ありがとうございました。それではいよいよ指輪の交換に移りたいと思います。カメラのお持ちの皆様はぜひ近くまで来ていただいて、撮影の準備をお願いいたします。それでは指輪の交換に移ります。皆様どうぞお近くまでお越しください。皆様どうぞお近くまで。ではまずは新郎から新婦へリングを送ります。あ、はい、あの場
ので大丈夫ですので皆様どうぞお近くまでお越しください。写真に収めていただければと思います。では新郎から新婦へリングの贈呈です。はい、撮りますよ。
きます。